皆さんこんにちは、デスソース愛好家の N こぶしです。私はデスソースの美味しい食べ方を日々研究しています。今回は市販のパスタソースを使ったオムライスをご紹介。ご飯を卵できれいに包む方法の伝授は他の料理動画投稿者様に任せるとして、当チャンネルではオムライスにもデスソースは合うんですということをお伝えしたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは参りましょう。 Let's cooking。 まずは材料の下ごしらえから。卵を3つ溶きほぐします。そこに明太子味のパスタソースを加えます。本動画ではキューピーさんのものを使いましたが、メーカーはどこでも良いです。キューピーさんのパスタソースの場合は刻み海苔がセットになっていますが、これはトッピングとして使用します。またソースは2袋入っているのですが、両方入れてしまいましょう。卵3つに対してソースが1袋だと少々物足りなさを感じてしまいます。続いてデスソース。デスソースは本当に辛い調味料なので、数滴垂らせば十分です。卵とパスタソース、デスソースをしっかりと混ぜ合わせます。卵をかき混ぜるときは大きな容器を使いましょう。小さい器でこじんまりとかき混ぜても一生溶きほぐせません。大きな容器に入れてダイナミックにかき混ぜることで短時間で攪拌することができます。ここからオムライスを作ります。洋食なのでバターとかオリーブオイルの方が適しているとは思うのですが、撮影当時それらを切らしていたので今回はサラダ油を使います。フライパンが温まったら溶き卵を入れます。この時フライパンの火力は弱火にしておきます。卵の加熱しすぎを防ぐためです。卵が固まりきらないうちにご飯をのせます。卵にしっかりと味をつけているのでご飯には味をつけなくて大丈夫。卵で包むことを考慮してご飯は平らにのせましょう。ご飯をのせたらひっくり返します。オムライスは難しいですね。卵が破れてしまっています。これでも他の料理動画投稿者様の動画を見て十分に予習したつもりだったんですけどね。卵料理精進いたします。見た目がどうであれ味に変わりはございません。こうなったら盛り付けでごまかしていくことを考えましょう。お皿の空いたスペースにちぎった葉っぱをのせます。ワンプレートにすると洗い物が少なくなり後片付けが楽になります。というのは建前で、オムライスの穴を目立たなくするというのが真の狙いです。続いてマヨネーズをぶっかけます。さらにキューピーのパスタソースについていた刻み海苔を散らします。この時点でオムライスの穴が全く気にならなくなりましたね。
え、まだ気になります？それは私が失敗した失敗したって騒いでいるから、いやでも目についてしまうだけですね、きっと。仕上げに一味唐辛子を振りかけます。これで N こぶし流デスソース明太子オムライスの出来上がり。実食のコーナー。モーニングとしていただきました。下品なのを承知で真ん中を割ってみましょう。一応包めているのは包めていますね。明太子のパスタソースとマヨネーズは卵との相性抜群。卵はデスソースの刺激も相まってしっかりした味付けになっていたので、ご飯には何も味付けしなくて大正解でした。味がいいだけに見た目の悪さが悔やまれる一品となってしまいました。視聴者様は味も良い見た目も良い、そんなオムライスが作られるように心からお祈り申し上げます。いかがでしたでしょうか。これからも当チャンネルではデスソースの持つ可能性を追求してまいります。それと綺麗なオムライスを作られるように一般的な調理スキルの向上にも努めてまいります。それでは次の動画でお会いしましょう。ごちそうさまでした。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。